こんにちは。金曜トースポ斜め読み、略して金スポ始まります。この番組は金曜日発行のトースポ紙面の中からレースの参考になりそうだけど見落としちゃいそうな記事をピックアップする番組です。ぜひ馬券購入の参考にしてみてください。司会は東京女子プロレスの上井優子と上井福之です。で、解説はトースポの山口さんです。はい、こんにちは。雑な紹介の北の山口です。今週もよろしくお願いします。ということで、まあね、先週までのことは振り返らずに、ね、前だけを向いて。あれ、振り返んないの？はい、もう2月ですからもう、ね。あ、そうだね、ね、そうね。で、東京新聞杯、今週、うん、日曜日の東京のメインレース、うん、はい、ね、1600m、東京のマイルっていうね、はい、すごく底力、スピード問われる。うんうん、決めて、うんうん、もう総合力が問われる、はい、すごく重厚な舞台で、うん、ね、ここでいい競馬をして春に安田記念っていう G1、うん、大きなレースがあるんですね、はい、一番頂点のレース、うん、そこに向けてこのマイル路線の馬たちがここから始動して、うん、賞金を加算して G1 に向かっていくという、うんうん、冬の時期に行われる、ちょっとね、時期的には主なビッグレースの時期とは外れてるんだけど、はい、勝ち馬、後の活躍馬がいっぱい出てるレースなんで、うん、この勝ち馬、この勝ち馬には注目して、なるほど、重要なレースなんで、うん、レースと馬券と楽しんでもらえればなということで、はい、うん、まずは、じゃあ手堅くですね、はい、まずは手堅くね、はい、ラミュール、はい、あ、ね、結構本当東京新聞杯今年のメンバー、うん、かなりいいメンバーが揃ってね、はい、層が厚いという感じのメンバーなんで、うんうんうん、はい、手堅くと言って簡単に手堅くと言い切れる馬はなかなかね難しくて、はい、まあ可能性としては、2枠3番のジャスティンカフェっていう、ジャスティンカフェなんか聞いたことある、あったことある、聞いたことある、聞いたことある、見かけた、あったぐらい、ね、あったぐらいの気持ちになるぐらい、そうそう、よく見る馬ですよね。そうで、まあ、それか、まあ、おそらくナミュールか、うん、どっちかからの選択だなと思うんですね。まあ、ジャスティンカフェは本当このすごい決め手を持ってるんですけど、うん、やっぱり位置取りがねどうしても後ろ目になっちゃう、うん、まあ、差し馬自慢の馬なんで、まあ、しょうがないんですけど、はい、まあ、特にこの枠にもなっちゃったし、うん、まあ、思い切って後ろから指す競馬をするしかないなというところ で、うんうん、で今の東京競馬場芝状態結構前が残りやすいんですよね。後ろにいる馬よりもある程度前につけた馬の方が有利な馬場状態なんで、うんうん、その辺考えるとナミュールの方がこう立ち回りという意味ではすごく自在というか、こう中段より前につけることもできるし、うん、競馬ぶりを考えるとナミュールの方が安心できるかなと思ってこの馬を、うん、なるほど、ね、ナミュール去年 G1 で、ね、結局勝てなかったんですけど、はい、まあ、オークス3着、秋華賞2着、エリザベス女王杯5着、うん、勝ちきれなかったんですが、うんうん、まあね、本質的にはやっぱり距離はマイルぐらいがいい馬なんで、うん、まあ、さっき挙げた G1 の成績はやっぱり距離 2000m 以上のレースだったんで、うん、まあ、能力ではこなしてくれたけれどやっぱり、マイルぐらいの距離の方が合ってるはずなんで、はい、まあ、あとちょっとコーナーの、ね、回り方なんか見ると右回りよりも左回り東京コースの方が絶対合ってると、うん、はい、まあ、ここできっちり結果出してビクトリアマイルへという感じで、うん、ナミュールを手堅く単勝で、なるほど、単勝でもねちょっとそんなに人気は断然人気ということにならなそうなんで、まあ、美味しい狙い目にはなるのかなという気もするんで、めちゃくちゃカタカタではないってことではないですね、うん、なるほど、うん、まあなんですけど、はい、まあまあこのコーナーの、ね、本質はそこじ゘ないですからね、はい、これね、これ湘南マグ マグマなんです、ね、名前がいい、マグマね、うん、そう基本的に、まあ、結構展開予想から私は入るところもあるので、はい、ずっと見てる人は知ってると思うんですけど、まあ、ここ3週が追い込み馬が来るんじゃないかと思って、うん、展開が早くなって、うん、で差し追い込み馬っていうのを狙ったんですけど、まあ、3週連続外れてるんで、うん、今回、うん、軽く流してる、まあまあ、いつものことですからね外れてるんで、まあ、今回は、まあ、ちょっと逆に先行馬、はい、さっきも言ったようにね、ジャスティンカフェそうだし、うん、ナミュールもそうだし、うん、まあ、ピンハイ、インダストリア、うん、すごくね差し足を生かした有力馬っていうのが揃ったんで、うん、意外とこう前に行く馬が逃げ粘る可能性あるのが、はい、そのさっきも言ったように馬場っていうのも前の方が有利な馬場なんで、でどれかなと見ていった時に湘南マグマ、
このままマイルには実績はないんですけど、まあ、1回東京マイル走って4着っていうのがあって、まあ、その時はもうすごく馬が行きたがって、ね、ちょっともうだいぶスタミナロスというか不完全燃焼の競馬だったんですけど、まあ、それでも4着と頑張ってたし、もう追い切りでもすごく前向きな、うん、走りたい走りたいっていう感じの、ね、うん、スピードが有り余って、でこのお父さんのザ・ファクターっていう、基本的にはこう短距離馬が多いんですよね。このザ・ファクターっていうのは短い距離のを走る馬、まあ、馬っていうのは結構早い時期っていうのはあんまりお父さんお母さんの特徴が出てない、意外と短距離馬のはずなのに長い距離もこなしちゃうっていうのがいるんですけど、年齢重ねるごとに出てくる結構強いんですよ。だからふと気づくと、その自分なんかもちょっとお父さんに似てきたかなとかいう時も、そういうのもある、うんうん、あります、あります、めっちゃ似てきた、そう似てきたなっていうの、そうずっとねミックスだなと思ったんですよ。ちょうど良い、ちょうど良い、ちょうど良い、ちょうど前向きな間ぐらい、うん、間ぐらい、ね、間ぐらいのミックスだなと思ったんですけど、最近すごいお母さんに似てきた。ああ、うん、やっぱね、そういうのあるんじゃない。そう、年取ってからね出てくる。それがこの馬の走りの特性にも出てくる。ね、そ, ううそうなんです。2歳3歳の頃は長い距離でも走れてたけど、うん、やっぱり年4歳5歳になると、うん、その DNA っていうか血が出てきて、すごい柄とかじゃなくて走りに出るんだ、ね、走りに出てくるんですよね。すごい。結構多いんで、まあこのままもいずれはこう短いところで走るようになるんじゃないかなという気もするし。まあね、前回なんか2番手からも上手に競馬できてて、うんうんうん、すごく気難しいところがあるんだけど、そのあたりもだいぶ改善して成長され、うん、してきたんで、ちょっとここで一発なるほど馬場も味方にないかなと思って、はい、今回もいつも通りワイド総流しでいきたいと思います。頼むよ、はい、紙1頭なんかあげといて。何やけ、ブリンカーつけてる子好きだから、あ、カイザーミノル、カイザーミノルにして、ちょっとなんか誰からも評価もらってない、確かに、ね、確かにこのジャスティンカフェとナミウール、うん、もしくはインダストリアが一番いっぱいもらってて、まあね、で多分このピースワンパラディとかは1個もらってるから評価、はいはい、ちょっとさっと、ね、いやでもゼロじゃねえしってなってる。そうだからゼロの子にあげたい、ね、ゼロの子に、ゼロの子、カイザーミノル。じゃあこれ、まあ、前回ね、そんな京都金杯も0秒3差5着、うん、全然あのチャンスのない馬じゃない。じゃあこれのワイド総流しで、八重木はもう1点、副賞、うん、副賞1点、分かりました。ちょっと頑張ってほしい、この何ももらえない。確かにこれだけあって印が1個もらえないっていうのはかわいそうですね。このプリンスリターンもだよ、プリンスリターンなんて1番、そして休んだらもうあれよ、ね、ちょっと前までわーわー1番でおめでとうって言ったくせに1年経ったらこれか、ふざけるな、ふざけんな、ね、だからムカつくからやり返してほしいですね、ね、そういう意味で頑張ってもらいましょ う, う、はいはい、よろしくお願いします、はい、今週も締めの中からいくつか記事をピックアップしたので紹介していきます、はい、まずは馬4面の全国転がし大作戦から、はい、東京3レース湘南アビアスは初戦では後に朝日杯フューチリティステークスで3着するレイビリングに敗れたが先行力を生かして2着に粘った。謹慎にダート交流重賞で活躍する湘南なでしこがおり、ドレフォン3区のダート代わりで一辺を期待。はい、はい、スムーズに読めました。はい、はい、ね、はい、まあこの馬の場合はあれですね、ダート代わりということですね、うん、はい、芝で初戦2着したんですけど、はい、まあ、前走なんかちょっと13着に負けちゃって、ね、まあ芝をまだ試してもいいかなという気もするんですけど、まあ、ちょうどいいタイミングでこうダート、うん、はい、今回試すタイミングになって、うん、まあここにね謹慎ダート交流重賞で活躍する湘南なでしこっていう馬がいるんですけど、お姉ちゃんとかってことですか、おばとかそういう感じですよ、おば、あ、おじ、お母さんの、お母さんの兄弟とか、とかお母さんの兄弟の子供とか、まあ、そういうなんかこうね、そう、親戚、はいはい、ね、そうそう、でね、お母さん、この湘南アビアスのお母さんもダートで4勝を挙げてる馬だし、はい、あと、まあ、お父さんドレフォン、はい、もう、まあ、ジオグリフっていう皐月賞馬はいるんですけど、はい、まあ、先週まで116勝を挙げた中で、はい、このドレフォンの3区、うん、芝が25勝ダート91勝、うん、残念ダート向きの血統でもあるんですよね、うんうんうん、まあ、この馬はもうダート代わり初戦からいきなり狙っていいと思うので、なるほど、このままぜひ
おすすめしたいですね。はい、はいはい、なるほどですね、はいはい、それでは最後馬11面 V サインから小倉1レーススマートアイの寺島調教師は直線でゲートの輪立ちを見てブレーキをかけたようなので今回は集中力を高めるためにバグを工夫する予定平坦小倉へのコース代わりでもう一押しが効けばとのことですね。はい、バグをそうバグを工夫というかね工夫ってこうちょっとふわっとちょっと新しいバグをつけて、まあ、これね、うん、具体的にはちょっと書いてないんですけどちょっとバグを変えてみるというか、ねうんまあ、あのゲートの輪立ちを見てブレーキをかけたんですね。前走ね上位争いしてるんですけど、はい、決してそれがマックスのパフォーマンスじゃなかったみたいなんですよね。ゲートの輪立ちってあのゲートスタートほら、はい、馬が入ってスタートする、うん、それが移動するんで移動するんで引っ張っていくんですよね、うん、あの馬がスタートした後に、うん、ただダートに跡ができる、はいね、それを見て気にしちゃう馬っていうのをいて、めちゃめちゃみたいな感じの何神経質っていうかを走ってね来て一周回ってきてそこにこう線が残ってたら、うん、何この線何これみたいな気になかわいい、まあ、そういうところがこの馬はあったみたいなので、ちょっとね、うん、そういうロスがありながらも結構上位に頑張ってたんで、うんうん、今回はバグを工夫するということで、うん、そのあたりの集中力もだいぶ変わってくると思うんで、で今回武豊ジョッキーが乗って、はい、武豊ジョッキーね4400勝目っていうのがかかってるんです大記録すごそうもう前人未到の記録をこう達成することになるのが、うん、もしかしたら小倉の1レースいきなりこの馬じゃないかなという気もするんでる、まあ、そういう意味でも、はい、この馬はちょっと注目しておきたいですね。ジョッキーファンも注目みたいな、そうですね、注目、うん、大記録が達成される瞬間ということで、うんうんうん、この馬は注目しておきたいですね、はいはい、みんなも絶対見逃すなよですよ頑張りましょう頑張りましょう、ね、最後までご視聴ありがとうございました。来週もお得な情報をどんどん発信していきますのでぜひまた見てください。それではまた来週 See you next week